熊本県山賀市城麻座城の菊花盆地生端の標高約50メートルの丘陵突端に位置する。四角と二角の二つの平坦地からなり、約80、50メートルの四角には上石碑が立つ。東と北の土手は裾部に車が巡り、その先は旧街となっている。南も土手の裾部から角が階段状に形成され、西は90メートル。 深さ六メートルの大規模な空堀がある。突出した四角北東部の下には尾根を作兵した二角があり、周辺に細い帯狂わが巡らされ、先は同じく旧外となっている。城主は、東城を代々の居城としていた。天文十九年に、か野小ぎ鎮んが、菊池義武を助けて、大友氏に背いたため城を親冬に、熊本城が与えられ、東城には代わりに、 熊部氏が入った。天正15年の肥後黒人一期では、熊部近長が一期の先駆けとなり、熊部城が落ちると近長は着死、親隊のいる白村城に入城した。なお、当時は、鵜道剣元が城主であった可能性も指摘されている。道場で、国人衆は、熊部地下下死を総大将、鵜道剣元を総物頭とし、 原口の大手や西のマス型など6つの部署に分けて、鉄砲830丁、弓500丁を用意し、男女1万8千人以上が牢上したという。近下長は防戦の表には立たなかったが、さっさなりまさが工場を始めると、各方面で激戦が展開された。牢上軍がなりまさを引きつけている間に、別の国人衆が、本城の熊本城を包囲したため、なりまさは、 救援に引き上げたが、隣国の立花重小早川隆影らが出兵して、東条を囲み、一騎は鎮圧された。会場後、近ながらは柳川城の黒門で殺害されている。ありがとうございます。